霧島酒造プレゼンツ。今回は人里離れた山奥で育つ黒豚、この食材をおつまみに。そこにはさまざまな驚きが。乾杯、つまみっけ。鹿児島県鹿児島市城山ホテル鹿児島の総料理長が徳重慎一郎。彼の人生を決めたのが一粒の感動。このホテルの10階にあります、ルシエルっていうレストランで、高校の時に食事をしたことがきっかけでこの仕事を目指すことになりました。初めて食べた高級フレンチに心動かされた徳重は料理人となり、その後城山ホテルの料理長へ。ホテルと共に歩み続けるシェフが作るおつまみは、今回は黒豚のリエットをご紹介させていただきます。調理の工程はご覧の通り。まずは黒豚のバラ肉に焼き目をつける。野菜をソテーして白ワイン、焼酎、水、塩を加えて豚肉を煮る。はい、1時間ぐらいですね。はい、おー、トロットロですね。煮汁は冷蔵庫で1時間冷まし、豚肉はその旨味を味わってもらうため手で大きめに裂く。あとは食感に変化をつけるためドライフルーツとナッツを加え、煮汁と一緒に混ぜて空気を抜きながら容器に詰めれば完成。総料理長が作ったおつまみ、黒豚肉のリエット。いやもう美味しそうですね。もう見るからに、うん、美味しい。黒豚がゴロゴロとした食感で、で脂が滑らかなのでもう絶妙ですね。もう旨味が凝縮されてる。いやもうこれはもう焼酎がたまらない。黒豚肉のリエットはこの焼酎で乾杯。